手のひら優雅ともみの木光でございます90年代から使いをひたすら語る優雅に光皆様どうもごきげんよう、はい、私たちはただいまチャンネル登録1万人を目指して頑張っております、はい、ぜひぜひチャンネル登録ボタンまだの方はポチっと押していただけると嬉しいです嬉しいです。メンバーシップもやっておりますので、うん、詳しくは概要欄の方からどうぞご覧くださいませはい。というわけではい、はい、本日はねうん、うん 天海祐希さんについてちょっとお話ししていきたいなと思っております。素晴らしい企画じゃございませんか。やっぱりね、うん、最近のコメント見てても、はいはい、昔のコメント見てても、はいはい、天海さん好きな方ってめっちゃ多くない？ はい。そうね、まあ、手のひらさんも、もちろん天海祐希さん <laughs> から入った。そうです、ね、そうで、ん、す。そうし、あの、私がびっくりするのが。その、まあ、ね、手のひらさんとかは宝塚で、天海さんを見て好きになって、うん、そこからずっと天海さん好きって感じじゃないですか。はい,は,いはい、はい、はい。宝塚の天海さんじゃなくて、今現在の天海さんを見て。ドラマとか。そう、ドラマとか、ね、そ,とかそっちを見て。うんうんうん 後から調べて芸、ね、その、うん、いろんな天海さんを宝塚時代のを見たら見たどツボにはまったみたいな方が結構視聴者さんの中でもいるじゃないですか。で,でコメントでもそういうのをよく見お見かけしたりでもそれってすごくない、うん、と思っってすすごいででよね、うん、だからそれだけやっぱ今でも天海さんって。 かっこいいし素敵なんやなっていうのを改めて思うんやけど、そうよね。手の平さんは天海さん好きになったきっかけが、私はあのテレビ番組で、あの天海さんがほら六年半でね、あのトップスターになったということで、あのテレビで特集されてたんですよ。でそれでぼーっと見てたらね、なんじゃこのかっこいい人みたいな。 トップになるまでみたいな感じのドキュメントのねドキュメントのやつやったんですよだからちょうどあれはミリオンドリームストビラのこちらカセンでしたっけそうですそうですを作ってるなんかお稽古場だったりそういう皆さんの練習風景とかインタビューとかそういうのがドキュメンタリーで放送されて一時間ぐらいで放送されてたんですよねそうなんですよ私も見てたから覚えてるこれ見てる方多分いらっしゃると思いますよねそうであれで知ったんですよでそれまで宝塚で全然興味なかったんですけど もうやっぱりね、なんか見に行きたくなったんですよ。あの急にで一人で見に来た。それが風と共にサリン。そう。衝撃やった。衝撃やったね。なんかもうあの世界観が初めてやったから、どんな話をひげつけてる。そうね、そうね。そう。なかなか濃いやつ見てますよね、最初にしては。だから、だから賞がなくてあれ、賞というかまあフィナーレはありましたけどね。基本お芝居ですね。そう、一本本でね。 でもね、やっぱりたもうアマさんがかっこよすぎてハマった、ハマった、ハマっ,った。はわかるわ。ハマりましたよ私いやわかる、よくぞハマってくださった。はい、<laughs> やっぱり天海さんってその今までのタカラジェンヌさん、はい、トップスターさんからしたら、うん、もちろんめちゃくちゃ若いじゃないですか。うんうん、そうですよ。六年半でね、六年半でトップよ。信じられへんよね、まだ新興ないですよ。新興ないですよ。うん ねだって自分の役を同期生がやるっていうねそうしずさんがやってたよね,ねそうやがまみさんって本当そうなんていうの、うん、作り込んだ男役感がないっていうかそうああいうタイプの人って今までいなかったじゃないですかそうですよねやっぱり皆さん男役っていうものはこういうものみたいな感じで作り込んで作り込んでかっこよく見せるっていうスタンスだったと思うんですよねでもあまみさんってそう作り込まなくても男役ができるというか、うんうん だからな、なんでしょうあのなんかナチュラルな感じどちらかというと、はい、あの時代にしたらめちゃくちゃナチュラルな感じだったからまたちょっと違う魅力があって、うん、めちゃくちゃ人気あったのかなっていうさっきも言ってたんですけどはい、はい、あのそのそ現役時代の天海さんの立ち居振る舞いと、うんはい、その今ドラマとかテレビで見る天海さんって全然変わらへんよねっていう、うんていね、舞台とか、ね、この間バラッとサムライとかちょっと前見せていただきましたけど<う>なんか現役見てるのかっていうぐらい本当 <laughs> 変わってない。 ちょっとした動きとかその姿勢とかいうものが全く違和感なくあのセリフの言い方だかねそうそう,そう宝塚のまんまそ<う>っていうか「あ天海祐希なんや <laughs> こ,れこれが天海祐希というもんなんや」っていうなんかこの間宮田さんもさ俳優 <laughs>、はい、さんもおっしゃってたんですけど彼女が健一で「ミーア・マイ・ガール」の主演を、はいうん、進行でやったじゃないですかそうですよあれができたのは、はい、多分歩き方がちゃんと男役として成立してたからだと。 だってさ普通さ1年目の舞台ね、はいうん、まだ出たばっかりの若い子がよ男役としての歩き方なんてそれは今から研究するみたいなもんやそうですよ学んでいくみたいなほんとよそれがナチュラルにできてしまうってう相当すごいよね,すご,ねすごいと思うねいま、うん、だにさ天海、うん、さんこうやって出てくるの見ただけでうわ、んはい、っこいいなるなるなるなんうなんでなん,もな,ん,でこんなに かっこい,いよね <laughs>、うん。でも、等身バランス最高ですし。<高>何をしても、天海祐希ってすごくない?。すごいです。すごいですよ。なんか独特の魅力よね。うん、なんか、いまだに、だから、そうやって好きになって、宝塚を。今度見返してみてっていう方がいるのが、すごくわかる。多分、それって違和感がないからじゃない?。ね、うん。やっぱ、今の天海さんとの違和感がないから、ハマりやすい。<う>全く違う世界のものやったら、うん、なかなか結構。 ハードルね高かったりするかもしれないですけど私もしかしたら天海さんやから何ていうのかナチュラルやから入りやすかったんかもしれないよ。そうね見に行こうっていう気になったのももしかしたらそうかもしれんしだからそういう人天海さんからって本当に多いと思う。でもわかる本当にすごかったからね当時の人気。 じゃ、すごかった。でも、でも、手のひらさん、あれですよね。奇跡のチケット。そ持った人、神、神のチケットを持った人。薬師をね。あの、みまい、さい、あの、さよなら公園のね。千秋楽行ってるんです。宝塚のね。そうです。これ、すごいよ。だって、みまいチケット取られへんかったもん。並びで行ってね。う整理券をまず、取らされるんですよね。そうね、昔は並びっていうのが、あったんですよ。チケット。百番以内やったんですよ。すご。 家が100番ちょっとぐらいやすごでもそれでも立ち見しかなかったんですよでもそれでも立ち見取れてんってあ立ち見で行ったの神ですよ後日立ち見もちゃんとそれで取れてたんですよ、うん、あでも価値ある天海さんの宝塚の最後とかも立ち見で十分ですよねそうですよ大丈チケットなくて見に行けなかった天海さんのシャンナ,ナル賞って、うん、案外なんか普通の歌ブームのねの風になりたい歌ったり歌ったりとかね,ねそういう かちょっっと変わってるかやっぱりそういう選曲をする天海さんっていうのはやっぱりその個性ですしその当時からしたらまたね違う魅力の男役さんっていうので、うん、そう感覚が若かったんかなもしかしたらそういう、ね、なんか,か<な>いろんな垣根を越えてみたいなからそれだけにこだわらなかったっていうのかもしれないよ、ね、本当に好きな歌を歌ったみたいなね。 じゃあせっかくアマミさんファンの手のひらさんにあアマミさんの作品でどうしようお芝居の方で一番好きな作品はもうそれは一番もうエールの残証でしょう、うん、やっぱそこかやっぱそこよなすごいあれはめっちゃ見ましたね、うん、あれはめっちゃ見てめっちゃ泣きました、うん、今日も手のひらさんち来たらエールの残証も流れてましたあ<ー>やっぱり、ね、時ま見たくなるんですよねわかるわかるショ,の方ショーは私ね、うん もう2つなんですけど、うん、でも私はミリオンドリームズ好きかな、えー、それこそさ、はい、その初めてそのアマミさんを知ったっていうそのドキュメントで「ミリオンドリームズ」のことをいろいろやってたからねあこれかみたいないやだからああいうちょっとした裏側を見れるっていうのは当時は本当に「スカイステージとかもちろんなかったですしああいう特番でもない限りお稽古場とかね見る機会なんて本当になかったのでた貴重な。 映像やったよね。そうそうそう。がみき先生のお話やったり。そう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 。そうなのよ。だから。ムズが好きなんですけど。でもね、全部好きなのよ。もう宝塚レも。宝塚レもいいですよね。めっちゃ好き。アマミさんでも、ショーって三つしかやってないのかな。ミトネームズと。宝塚レと。エキゾティカです。 いつだけやと思う。そうよね。うん、あと、見舞いと風友で一本ものですし。そう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 。そんだけがごそくされてない。そう,そう、あん、そういう。わ、か,かった。そう、もう天海さん辞めるのって思ったもん。早い。早いよね。うん でもなんかそこの潔さもまたさ天海さんらしいなと思って天海さん有名やったんがさあのファンの皆様にさ結構潮対応っていうかそう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 有名やった有名やったよねあのね入りが超高速だったんですうああっていうのにすんごいサングラスと帽子深々で誰が来たのか分からなくてさもうあの人たちさ足長いからリーチが長いじゃないこの。 なんかさ本当にファンクラブの人とかね、も小走りよ走ってる、走ってる、小走りじゃない、走ってる、走ってた、必死でついていくみたいな、でもう受け取ったらすぐに、パっていかれちゃうから、ねね珍しかったよ当時は珍しかったよね、どっちかというとトップスターさんとかでも、すんごいゆっくりファンの人とコミュニケーションを取るみたいな時代だったんですよ。っってらしゃいいみたなね あ、ったもんね。はい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 。ありがとうありがとうありがとう。ありがとう。ありがとう。いや <laughs>、そう、そういう感じだったんですね。昔って。そうそう,そうそう。なんか、天海さんが、もうびっくりするぐらい。の感じやって。<laughs> そうなんですよね。でも、やっぱりね、なんか、いろいろ大噂では聞くけどさ。ほら、遅くまで出待ちしてる女の子たちが危ないから、そんなことはしてはいけないとか。うん、やっぱり常識のある人。人、うん。そうですよね。 って言うんでだからん,ん,、うん、んか,なんかあのお父様とかお母様からの教えでいくら有名になってもおごってはいけないとか偉そうにしてはいけないっていうのをすごいなんか心に留めてるっていうのをまみさんがお話しされてたことを聞いたことあるので確かによく考えたらさはい、はい、そ11時も12時もなってさ、うん、あんな真っ暗な花の道に昔なんかね街灯もそんなないし、はい、もうあの真っ暗なところに女の子が一人二人でこうポツンって待ってるって,、はい、ってるというね。そ でもそれをやっぱり当たり前としてしまってたところをちゃんと気づいてそんなことしてはいけないと女の子がそんな危ないことをしてはいけないっていう天海さんのその男気がそ<う>好き <laughs> 最最高高よねか<高><高>かっっここいいいいいも起こさないね<ー>、うん、自分の気持ちをちゃんと伝える本当に曲げないっていうかっこよさ。 心の強さがやっぱりあの舞台にもしっかり出てたんじゃないかなっていうのはすごいうう思うよねー。だから今だにすごい好き。好きよね好き。本当になんなんか何やろうなあのワクワクする感じ。あまみゆきって聞くだけで <laughs> なんかはッってはッってなる。あれ見た時もちょっとハッとしたあの。何？トのこちらの、うん、あの主役のあれなんて名前だっけねあの人。スペンサーさん。スペンサーさん。うん、スペンサーさん出てきた時に。うんまあ ハッとしたもうドキッとした、はい、あの金庫の中から出てくるっていうねうあのかっこよさに、うん、もうしびれたしびれたち <laughs> <laughs> ちめっちゃ好きなのよあでも分かるやっぱりさあのいろいろ着飾る天海さんもかっこいいけどはい、はい、シンプルなスーツ姿とかさジャケット姿とか、うん、あの本当にその辺のイギリスにいそうな紳士みたいなさ、はい、服装がさ似合わへん。だかから、L、の残証とかもさ、はい かっこいいのよただのブレザーみたいなさコンブレみたいなジャケットがさロン毛とかもしはったやん下下ハードボイルドエッグでねそう当時からしたらねまあでも当時ロングヘアはやってましたからね木村拓哉さんでだからね前美希さんとかもロン毛でこう贈ってっていう美希さんもねかなりの。 いたんいたんっっててて言われてたっていうかあの時代ではね宝塚に改革をもたらした人の一人ではあると思いますけれどもやっぱ天海さんも時代を変えた、うん、宝塚の時代を変えたっていう一人の人ですしです一つの時代を作った人やなっていうのは。 ねえ。というわけでみんな大好きな天海祐希さんの話をねちょこちょこちょっとさせていただきました。だってさゆうでもさ私鈴風さん好きじゃないですか鈴風さんの2番手を支えてくださったのは天海さんですしもちろん私天海さんそのままずっとね大好きでずっと月組見てたのでここは外せないのでそういう2番手の天海さんの話もまたねそれ面白いねさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 はいそれでは手のひらゆがともみのきひかるでございましたありがとうございましたはい楽しかったゆりちゃん最高最高<ー>かっこいい高評価ボタン押してくれたら <laughs> 泣いて喜びますよろしくお願いしますよろしく